着替えてもいいですか。オッケーです、はい、ボタンはまずいんじゃないかな。あ、そうですよね。こんにちは。おたまっぱぎ、リアル秋葉ボーイズのネスと申します。よろしくお願いします。ネス君、お願いします。ラバの紹介というか、はい、そうですよね、はいはい、あのダンス系の、そうですよね、ダンスをダンスやってます、はい、でバスケもやられてたと、はいはい、こういうダンスを、こういうダンス、なんですかそれ。こういうタットっていう、タットタット、はい、タットっていうんです、はい、僕はできません。あ、できないです。あ、できない。ラバも一応ダンスやってました、はい、はい、そのつながりで紹介してもらったんですけど、はい、あのなんかオタク系のなんか、あ、そうです、そうです、オタク系 の、はい、あのダンス YouTuber として、はい、あのやっております。他にもアウさんとか、はい、チェキアとか来るんだけど、はい、みんなに言ってないです、はい、あのスペシャルゲストを呼ぶとは言ってあるんですけど、はいはいはい、何も言ってないです。なんかオタク系の格好でやるんですよね。あ、そうです、ね、持ってきだからチェックシャツ、はいはい、持ってきております、はい、でバスケ経験者って言わないんで。あ、本当ですか、はい、普通にバスケやってすごい、なんかもう最初下手にやってるからさ。あ、一応なんかあの全中出てたんですよ。そうですね、はい、分かるか分かんないですけど、はい、横浜なのかな今でやってる、はい、森健太君。森健、森健、森健、森健と一緒でした、はい、あ、そうなんですか。あの、はい、小中一緒に、はい、あの全国おじゃあ結構 ガチでやってたと。あ、そうですね、頑張ってやってます、はい、でも今はオタクの方。あ、そうですね、はい、全然違うことします、はいはい、いやだからこれみんなどういう反応するのか。そうですね、うん、意外と反応しなさそうじゃない。最初が肝心です。最初いかにこうなんか、はい、いかにやるか、はい、あ、なるほどなるほど。でだん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 こう上手くなってっていい、はい、最終的にはもうギュインギュインやっちゃっていい。あ、本当ですか、はい、いやまあ楽しく、はいはい、楽しくできる。気になった。そうですね、はい、あとみんなの反応が気になる、はい、リアル秋葉ボーイズのチャンネルでもあの僕たち出てるので、はいはい、皆さんそこ見てください。ちょっととりあえずちょっとあのもう少しで多分みんな来るんで、はい、はい、じゃあ用意しましょう。はい、頑張りましょう、はい、お願いします。お願いします。ポーン、次行きます。3、2、はい、早朝シューティング部のジュンジュンです。ラバディーズ、シュキヤです。レイチェンディーズ、ロリそこはアウさんですって言わない。いや、言って怒るかなと思って。あ、まあ、わかるわかる。言うなよってってことでですね、今日はあのゲストを呼んでるんですよ。ゲスト、はい、ゲスト呼んでるんですよ。どこ、ラバの知り合いなんですね。そうですね、はい、ラバの知り合い、はい、バスケをやってないんですよね。でもすごいバスケが好きらしくて。未経験者か。そうですね、はい、で早朝見てくれてるらしくて今日呼んでくれたんですよ。そう、はいはい、YouTube やられてて結構あの有名な登録者もいて。あ、本当に、はい、ダンス系なんだよね。ラバダンスやってて。そうです、はい、そのダンスやってんのか。あ、今やってないです。ちょっと呼んでみますか。はい、呼んでみようか。じゃあ、はーい、はーい、どうぞ。あ、こっちか。すいません。すいません。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、来てくれてる。あ、勝手に着ないでくれる。買ってるの。あ、買ったの。買ったんですね。買った。すいませんでした。すいませんでした。私、ザカルトと申します。はい、ネスと申します。ネス、大丈夫ですか。はい、ちょっと、はい、オタクなので、はい、あのコミュ力が怪しい人間なので。すいません、はい、大丈夫ですか。すいません。あ、もうバスケが好きなんです。あ、そうそう、バスケ好きで、そう、ちょっとあの いつも見てます。 ありがとうございます。おー、マジかよ。ネスさんとザッカーバーグさん。あ、ちょザッカーバーグじゃないです。え、ちょ、できます。本当に、え、本当に今日やできるんですか。ラバ大丈夫これ。大丈夫だな。大丈夫か。大丈夫だな。じゃあちょっとスリオンスリーします。まあでも俺ら楽しくがモットーなんで、はいはい、楽しく、楽しく、初心者で。あ、もう全然全然、もう頑張ります。うん、で、アンさん、あのちょっと今腰を痛めてるんですか。ちょっと腰をやっちゃいまして、はい、だからマネージャーさんなんですよね。そうです、そうです、うん、経験者。あ、バスケ部歴0年0年、はい、でもすごい嬉しいですよね、なんかそういう人も見てくれてる、うん、はい、リュックだけ取ってもらえるとそこは助けてなんで着替えるじゃあやります。やりましょう、はいはい、あ、じゃあ一旦着替えます。あ、そうですね、ちょっとこれだとちょっと動きにくいので一回着替えてもいいですか。 OK です。はい、ボタンはまずいんじゃないかな。あ、そうですよね。さすがに、すいません、はい、じゃあちょっと一回着替えてきます。はい、大丈夫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 多分大丈夫です。でもバスケは好きなんだよね。見たいです、はい、ただ経験がそんなにやってない。大丈夫かな。大丈夫です。え、オタクなんで。リュックでかすぎじゃない。リュックでかかった。何やってんの。グッズじゃないですか。グッズ、グッズ、あんまさ怪我させないようにしない。いやいや、それはまずいだろ。まあ楽しくやね。楽しく、そう、楽しく、ラバの顔も立ててやんねえとか。そうだよ。すごい。好きに。あ、ジーパン、これでやるんすね。すごい。なんかこれしかなくて。あ、いや、全然全然。これは人気のキャラクターか何。あ、そうです、軽音っていうアニメの。聞いたことある。知ってる知ってる。音楽のあれですよね。あ、そうです、そうです。はいはい、この余命ってやつです。余命です、余命です。唐突のワイフ。
軽音の前たチンチン立っちゃってるぞ。おいおいお前。じゃあちょっとチーム分けしようか。じゃあグッドオッパで、うん、はいはい、グッドオッパ。おお、大丈夫、意気込みを一生懸命、うん、頑張ります、うん、楽しみ楽しみます。ただ、まあ、怪我ないようにお願いします。ちょっと、うん、本当に頼みますよ、怪我だけは。怪我だけはスイッチちゃんとしたんで、うん、大丈夫です。さあ、こっちの意気込みは怪我させるんだよ。そうですね、ちょっと、うん、本当気をつけろ。大丈夫ですか。もう大丈夫。最初のシュート先行決めればいいだけだから、うん。まあ内ボールで、うん、大ちゃんもあんなもんだから。よし、
も止められないのか素人相手に。早いしあれ素人じゃなくないですか。素人はどう見てもほらデニムの経験者がいるかお前。まあまあ見たことないです見たことないです。いや絶対上手すぎません？うん？何？めっちゃ上手じゃないですか。え？すごく上手。まあちょっともうちょっと長寿で。たまたまっす。たまたまだろ。こっちリーチで。ビビるな。初心者だから相手はもうしょうがないよこれは。たまたま入ったな。チェック入ってたけどな。そうっす、うん、なんか気づいたことなかった。彼がちょっとおかしくないですか。明らか素人の動きじゃなかった。明らかこれできる人じゃん、うん、あ、経験者です。はい、中国時代は全中経験者。実はバリバリの経験者でした。ハンドリングやばかった。途中からいきなりスイッチ入ったハンドリングでしたもん。なんかいや最初だってパス取ってくんなかったらやべえって思ってやばいと思った。中の知り合いっていうのは本当本当にダンス、はい、そうですね本当にそういうリアル秋葉ボーイズという、はい、なんかこの3人がリアル秋葉ボーイズダンスの、はい、の、はい、マネージャーの、はい、この人は本当に経験者じゃないですこのザカルドさんあのマネージャーの方は本当に経験者じゃないです。いやでもえ、上手いっすよ。でもね、すごいですよ。やっぱそこ本当ダンスやってるから。あ、なるほどね。最初はこれ手抜かなきゃなーって思って。やっぱそうなった。なんかだって見た感じやばいじゃないですか。検証だったんですね。そうです。だから会う人も知らなかったっすね。いや知らなかった。ちょっと格好やりすぎかなと思った。我々リアル秋葉ボーイズという、はい、オタクダンスパフォーマンス集団として、はい、YouTube の方やっておりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いします。おー、チャンネルでも、うん、あの、はい、僕たち出てますよ、うん、はい、はい、あんなことやこんなことありましたから。そうです。まさかあんな奇跡が起こるとは、うん、あの思わなかったので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう1セットぐらいありますか。次は3普通に今度はじゃあ普通にやってみます。ありがとうございました。ありがとうございました。